ええー、とりあえず前回の動画のあらすじ。まあ要するに、フォーゼドライバーを買いましたと。で、今回その続きで、そのフォーゼドライバーを1000円で買ったときに、まあまとめて買ってくれたからみたいな感じで、妖怪メダルをおまけしてもらいましたと。で、妖怪メダルの裏面の QR コードはもうゲーム機でしか使えないから、とりあえず使っといて。多分、あれ、もう、もも猫さん もも猫さんって人が多分 DS でいまだに妖怪ウォッチやってくれてるから多分その人の役に立つだろうとまあ最初ともレジェンドメダルだからもも猫さんの役に立ってくれるだろうなとで今回は小ネタ動画だなもう完全にえーっと まあそのについにプリキュアのおもちゃに手を出してしまいましたとまあこんな感じで,でる断る <laughs> であのパッと見うまく動いてるように見えるんだけど電池ボックス開けた時に絶望して「え何これ?」みたいな「る断る!」 でこれまあ電池ボックス開けた時にうわ液漏れ起こしてるじゃんっつってあこれゴミだなっつって試しに電池入れたらなんとびっくり動きましたやばくねやべくいいえまあこれが小ネタの2つ目か 小ネタを三つ目、えっと、東京リサイクル市民の会主催の大井競馬場フリーマーケットで、ちょっと他の人の店を見て回ってたら、同業者というか、俺と同様にガラクタ屋を名乗ってる人がいて、その人の書いた本を買った際に、ちょっとうちの動画でレビュー動画出しても大丈夫ですかねみたいなこと言ったら、いいですよ。むしろ広報 っていうか、宣伝してくれて助かりますって言われたんで、この人に、まあ直接許可を取って、この本の宣伝をさせてもらいます。それで、この人は、まあ、こんな感じのビラを配って、まあいろいろ買いますと。ガラクタを買いますと。まあ、この人もガラクタ屋で、 今売ってる今見せてるこの本がいまだに出版してて本屋さんに行けば売ってるらしいんだよ定価が1600円でまあこの本の内容としては自分の足でいろいろなところを歩き回ってガラクタを集めましたでその時のエピソードなんかを1冊の本にまとめましたととりあえず俺もこの本についてはまだ冒頭しか読めてないんだけど 最初の二つの話で、まあ、ペコちゃん人形と、ニッパーくん、この犬についての話があったんだけど、ペコちゃん人形については、ああ、知ってるわ、みたいな感じだったんだけど、ニッパーくんについては、なんかもらうときまでの話その、ニッパーくんをもらう、その人が、この人が、著者がもらいに行った場所が、古びたレコード店で、 まあそのレコード店であった出来事についての話があるんだけど、最後は泣いたね。<laughs> いや、あのー、命じらされてないんだよ。その後どうなったかとか。そニッパークをもらった後、まあもう一回覗きに行ったっていう話なんだけど、それだけで泣けたね、これ。で、この本、この本はカラー画像ーなんだけど、白黒版が、 なんと、電子書籍にて販売しています。と、伊藤幸男さんのガラクタや放浪記という花、本で、まあ、800円とえ、紙媒体の半額で売ってるんで、ぜひ読んでみてください。とりあえず、俺はこれを読み終わったら、もしなんか印象に残ったエピソードなんかがあれば、レビュー動画を出したいと思います。えー、小ネタの3つ目は、まあ、次の出展、 情報ですね、とりあえず今のところの予定では11月の9日の、えっと、東京の大井競馬場であるフリーマーケットに出店するのとあと11月の23日24日に神奈川県の天王町駅の天王町商店街で商店街かあれ天王町大通りであるフリーマーケットの方に出店していきたいと思います。えっと、とりあえず その時の戦利品紹介の動画はきっと12月になるだろうとは思いますが、まあぜひ見てってください。まあこんなもんか。というわけで今回はちょっとした小ネタの動画になりました。ご視聴ありがとうございました。